はい、皆さんこんにちは。レクセン2コースの川原です。では2019鑑定理論、論文ブリッジ講座1回目の講義を行っていきます。この論文ブリッジ講座は、鑑定理論に関して、論文合格コースにおいてまずは、受講していただく、論文向けの、トップバッターの講座ということになってきます。なのでまずは論文向けなので論文本試験についての概要をですね、簡単に説明をしていきます。はい、平成29年度ですね、2017年度の、受験案内を使いまして、論文試験の概要ですね、まずはざっくりと確認をしていきます。皆さんが受けるべき、論文本試験は、2019年度、言語が変わりますよね。私今収録している時にはですね、言語が何かわからないですけど、なんとか元年が皆さんのね、本試験の受験の年数ということになっていきます。2019年度ということになっていきます。でまずはちょっと手続き面なんですが、手続き、願書の受付期間ですね。受験手続き、例年ですね、2月の下旬から3月上旬が受験手続きの期間ということになってきます。で担当免除で論文から受験する方も、これ担当の時と同じ、これね、受験の期間になってきますので、論文って8月なんで、その2ヶ月ぐらい前の6月ぐらいに受験手続きすればいいとか、そういうのは全然ありませんので、本当に毎年1人2人受験手続き忘れましたって方がいるんですけど、こればっか私までどうしようもありませんので、これだけはね、忘れずにしっかりと、担当免除で論文から受ける場合であったとしても、担当の時と同じこの2月の下旬から3月の上旬に受験手続きを行う必要があるんだということになってきます。じゃあ試験期日ですね。論文試験は、8月上旬の土日月の連続する3日間が試験日ということになってきます。最終日月曜日ですので、事前にお仕事されている方は、ね、お休みを取っていただく必要があります。でこれ平成29年度の日程なので、皆さんが受けるべき、年は2019年度ということですね。2019年度、例年通りですと試験期日は8月の3、4、5の連続する3日間が皆さんが受けるべき論文本試験の日程予定ということになってきます。で、これ3日間試験受けるわけですよね。で、また手続き面なんですけど、試験会場、試験地ですね。担当式試験は全国で10箇所が試験地と指定されているんですが、論文式試験は、試験会場が3箇所しかないんですよね。東京、大阪、福岡の3箇所しか論文式試験においては試験地ですね、指定されていません。で大半の方が3日間ですね、試験会場のそばにホテルを取っていただいて、こう受験をねしなければならないということになってきます。で最近ホテルって結構インバウンドとかも含めてなかなかな予約ができないとか、そういったことありますので、もう論文受けるってね決まってる方は、受験手続きと同じタイミングぐらいで早め早めに、3日間ですね、できる限り試験会場に近いホテルですね、予約をしておくということになってきます。8月が本試験で、その2ヶ月ぐらい前の6月下旬ぐらいに、正式に論文式試験の試験会場が発表されるんですけど、発表まで待っちゃうとちょっとね、もしかしたら埋まっちゃってることもあったりするので、そんなに試験会場って毎年毎年変わりはありませんので、前年の試験会場を把握していただいて、でそのそばあたりにまずは取っていただいて、で仮に6月下旬に前年と試験会場が変わった場合には、予約していたホテルをキャンセルしていただいて新たに取り直せば、2ヶ月前ぐらいですと全然ね、キャンセル料なしでキャンセルできるはずですので、そういった形で早め早めに一応参考までに、平成29年度の試験会場ですねと説明していきます。平成29年度の試験会場ですね。まずは東京ですね。東京は、有明にあります TOC 有明ビルというのがここ数年の試験会場になっています。交通手段としましては、臨海線ですと国際展示場駅ですね、ゆりかむですと国際展示場照明駅とかね、そのあたりがそばの駅になってきます。東京ですと担当本試験会場とは異なる試験会場が論文式試験の試験会場ですね、有明の TOC 有明ビルということになってきます。でこの大阪ですね、大阪は、
天満研修センターというところですね。これ単等式試験と通常同じ試験会場ですね。環状線で天満駅がそばですね。大阪一駅ですかね、そういったところに試験会場があります。で、福岡ですね。福岡は、中小企業振興センタービルというのが例年の試験会場です。駅で言います と、吉塚駅ですね、博多駅から1本ぐらいですかね、が試験会場になっています。なのでこれが例年通りの試験会場ですので、この辺りのそばのホテルで早め早めに予約していただいて、しっかりと準備をしておくようにしてください。ではもう少し論文式試験の概要ですね、詳しく確認していきましょう。じゃあ科目ですね、科目確認していきます。対比的に、上が単等式試験なんですけど、単等式試験の試験科目は2科目ということになってきます。行政法規という科目と鑑定理論という科目になってきます。で、行政法規というのはこれ単等式試験だけの科目でして、論文式試験ではなくなります。一方、鑑定理論というのは鑑定評価をする上の考え方、理論を学ぶ、これ専門科目と言われるものなので、論文式試験においても鑑定理論というのは出題されます。加えて論文式試験においては民法、経済学、会計学、計4科目で試験が課せられるというのが論文式試験の特徴ということになってきます。民法、経済学、会計学で、鑑定理論ということですね。鑑定理論が出題されます。計4科目ですね。ただ鑑定理論に関しましては、こう専門科目なので、出題の仕方が2通りに分かれてきます。鑑定理論については出題のされ方が2通り分かれてきます。2日目の午後と3日目の午前中ですね。こちらは、民法、経済、会計学、これまとめて教養科目と言ったりするんですが、この教養科目と同じ形式の、論文ですね、文章を書かせる形式の論文が出題されます。2日目午後と3日目午前中というのは教養科目と同じ文章を書かせる試験ですね、論文形式で問題が出されます。で、3日目の午後ですね、演習という形式がもう一方の方の形式です。演習というのは電卓を使って計算をさせていく、そのような形式の出題です。演習については別個演習対策講座というもので、その対策を行っていきます。このブリッジ講座はこの上の論文対策を行っていく、そういった講座になってきます。で、出題される問数なんですが、問数ですね、基本的にはそれぞれの科目、大問2問ですね、大きな問題、大問2問が出題されます。問題1、問題2という形で大問2問ですね。民法2問、経済学2問、会計学2問で、2日目の午後、鑑定理論の2日目の午後ですね、大問2問ですね、問題、1、2という形ですね、問題1、2という形で、さらには3日目の午前中ですね、もう2問ですね、問題3、4が出題されます。あと演習は大きな問題という形で1問ですね、大きな問題1問が出されます。で、配点はと言いますと、基本的には1問あたり50点満点ですね、50点満点で、それが2問出題されますので、つまりは1科目あたり100点満点ということで、100点満点ということです。民法100点、経済学100点、会計学100点で、2日目の午後ですね、鑑定理論、論文問題1、2で100点で、3、4で100点で、演習問題1問で100点ということになってきます。鑑定理論、論文ですね、教養科目の倍の4問出されますので、その分ですね、点数も多くなってきます。つまりはこれ600点満点なんですね。600点満点中、鑑定理論の配点が300点を占めてきます。
論文問題が倍の4問、さらに演習丸々100問ですね。600点満点中300点が鑑定理論の配点になってきます。で、当然これ配点の半分を占める以上、他の受験生も鑑定理論については多くの時間を費やして鑑定理論の勉強を進めていきます。で、鑑定試験というのは相対評価の試験なんですね。相対評価です。なので他の受験生が時間をかけて鑑定理論を勉強している以上、皆さんも多くの時間をかけて鑑定理論については学習をしていかなければならないということになってきます。まあ、鑑定理論を苦手としているようですと、なかなか合格することはできない、最重要科目と言っていいのが鑑定理論専門科目ということになってきます。では敵をやっつけるためには敵を知る必要がありますので、実際のじゃあ本試験問題ですね、確認をしていきます。では、平成27年度の本試験問題を使ってちょっと確認をしていきます。はい、平成27年度の本試験問題を使って確認をしていきます。これ実際に受験された方から提出していただいたあの平成27年度の本試験問題です。これ A4 版で横書きの試験問題ということになってきます。平成27年度の論文式試験の実際の本試験問題です。で、不動産の鑑定評価に関する理論ですね。で、これ論文問題の3と4ですね。3日目の午前中の2問ということになってきます。で、100点満点で、3日目の午前中ですね、朝の10時から12時、まあ、2時間で2問を解いていく、そういった形式になっています。で、ちょっとペラ紙みたいな紙なんですけど、こういったあの国家資格の試験問題というのは、まあ、秘密保持のためにあの刑務所内の印刷するところで印刷されるなんて聞いたことあるんですけど、もしかしたらこのね鑑定試験もそうかもしれないんですが、こうペラペラめくるような形になってまして、で配られて、で初めって言われるとこうペラッとめくると問題文がある、そういった形式になっています。ちょっと問題文見ていきましょうね。問題3、4ですよね。大問2問ですよね。でさらに問題の中でこう小問形式に分かれてきます。小問1、2、さらには丸1、丸2とか、あと問題4も小問1、2という形で小問形式、採点しやすいように最近の本試験問題はあの小問形式で出されるのが、まあ、通常ということになってきます。ではちょっと問題3ですね、ちょっと確認していきましょう。どういった問題が出ているのか実際問題文です、確認していきます。では問題3見てください。収益還元法に関する次の各問いに答えなさい。小問の1、貸し屋及びその敷地の鑑定評価における収益還元法の意義について述べるとともに、実際実質賃料とはどのようなものか説明しなさい。例えば小問の2、価格時点における実際実質賃料が市場賃料に対し割安である場合の、貸し屋及びその敷地の鑑定評価において直接還元法を適用するにあたり、次の1および2の各問に、各問いに答えなさい。で1、純収益の査定にあたっての留意点について具体的に述べなさい。2、還元利回りの査定にあたっての留意点について具体的に述べなさいとなっています。どうでしょうかね、ざっと読んでみたんですけど、書けそうですかね、書けなそうですかね、どうでしょうかね。こういった問題が実際出されて、でこれを2時間で2問ですね、回答用紙に記述をしていく、でそういった問題が出されています。でちょっと注意点がありまして、もう一度、問題用紙表紙のところ、注意事項がいくつかあるんですけど、ではそのうちの、縦4のところですね、縦4のところを見ていきましょう。回答は回答用紙の所定の欄に、黒もしくは青のボールペンまたは万年筆で丁寧に書いてください。鉛筆等で書くと無効となります、示されています。担当式試験はマークシート方式ですので、マークシートに鉛筆でマーカーをしていく、そういった回答の仕方でした。一方論文式試験は筆記用具としましては、黒もしくは青のボールペンまたは万年筆と指示がなされています。鉛筆は使えないということですね。で、論文式試験というのはこう3日間論文文章を書き続けなければならないということですね。これ本当に大変です。本当に書き続けなきゃならないんですよね。以前ですね、あの試験受けてすぐに、受験生の方と、ね、会ったんですけど、ある女性の方はね、こう右手つってきたんですよね。本当検証演題者だったって言いました。それぐらい本当に文字を書くということなので、
書きやすい、疲れにくい筆記用具をいろいろ試していただいて、早めにこれ準備するようにしてください。本当に3日間ですね、こう書き続けなければなりませんので、自分に合った書きやすい、疲れにくい、そういった筆記用具いくつか試していただいて、早めに準備していただいて、でレックの答案練習会、答練等々でも実際に使っていただいて、筆記用具ですね、合ったものを選ぶようにしてください。私受験生時代は一応青の万年筆を使いました。まあ黒ばっか多い中で、青だと目立つとか目に優しいとか、まあ、そういったこと言われていたので、まあ、青の万年筆使ったんですけど、まあ、実際採点する側に立ってみると、まあ、黒だろうが青だろうがそんなに違いはありませんので、まあ、色についてはそんなに気にする必要はありませんので、とにかくそうですね、あまり細すぎるとダメですし、太すぎてもダメだと思います。で、にじむものもダメですし、あとは乾きが遅いのもこう擦れてしまうので、とにかくこう疲れにくいものですよね、書きやすくて疲れにくいもの、まあ、基本的なのはジェル状のボールペンなんかはもしかして書きやすいかもしれません、まあ、いくつかね実際こう試していただいて、とにかく書きやすい筆記用具ですね、早めに準備して、それを使って実際答案練習会ですね、答練も受けていくようにしてください。あ、ちなみに消えるボールペンってありますよね、それは願書で使うことはできませんと書かれてますので、それは使用しないでください。消せるボールペンというのは筆記用具としてはこう使えないということになっています。で、あとはじゃあ回答様子ですね、すぐ上の中野さんのところ、じゃあちょっと見ていきましょうね。中野さんのところ、回答用紙は表紙を含めて5ページですと書かれています。まあ、表紙は名前等々を書くところなので、要は回答用紙の4ページということになってきます。じゃあどういった回答用紙かと言いますと、これ実際レックでお配りする回答用紙ですね、まあ、実際の本試験の回答用紙も出て同じような感じなんですけど、これ B4 版でこう横書きということですね。で、1ページあたり、これ50、25行ですね。1ページあたり25行の行数が与えられていて、で、1問あたりこれが、2セットですね。まあ、1問あたり50行というのが与えられる、まあ、回答用紙ということになってきます。ちょっと会計学はね、ちょっと別なんですけど、民法経済学判定理論の論文というのは、この1問あたり50行の回答用紙ですね。だ2問なんで、これが2セットということですね。1問あたり25行、25行の 2ページの50行がかける2セットという形になってきます。たまに4ページで2問書いていけばいいと勘違いしてしまって、3ページまで問題1の回答を書いて、で残りの4ページで問題2の回答を書くって方がいるんですけど、それは間違いですからね。1問あたり2ページ でそれぞれ2ページ内に回答を記述していかなきゃならないね、そういった形式になっています。50行かける2セットということになってきます。でちょっと形式面なんですけど、実際の本試験においては回答用紙にあらかじめ問題1ですと問題1、問題2ですと問題2という形で問題番号があらかじめ印刷されてるんですけど、ちょっとレックで受ける際にはちょっとお手数なんですけど、問題番号書かれていませんので、回答用紙の左上のところ第何問と空欄になってますので、問題1の回答を書く場合にはこうね、1という形で、まあ、2を書く場合には2という形で数字を入れていただいた上で回答をですね、こう作成するようにしてください。はい、ではじゃあこの回答用紙を使ってどういった回答を書いていけばいいのかってことを確認していきます。ではお手元、このブリッジテキストというのを準備していただけますでしょうか。ブリッジテキストというものを準備してください。でそのブリッジテキストの36ページですね、36ページを開いてください。はい、ブリッジテキスト36ページを開いてください。はい、今さっき見ました平成27年度の問題3ですね、論文問題3の、これ回答例が見開きの形で36、7ページで示されています。はい、ブリッジテキスト36、7ページ開いてください。先ほど読みました平成27年度の論文問題3の回答例が記述されています。でざーっと見ていただくと、例えばこう36ページ冒頭のところで、実践アンダーラインが引かれている実践が引かれているところありますよね。そこは基準から引用されているという意味になってきます。で、この37ページ最終4行ありますよね。最終4行、ちょっと分かりづらいんですけど、波線が引かれてるところですね。
37ページ最終表現、波線。波線が引かれているところは、これ、留意事項から引用されているという意味になっています。で、36、7ページ、回答例ざーっと見ていただくと、まあ、基準留意事項の引用で、全体のほぼ、そうですね、まあ、6割ぐらいがこう埋まっているような、そういった回答例になってますよね。そうなんです。鑑定理論の回答というのは、こう作文をするとか、自分の考え方を述べるとか、そういったものでは基本的にはなくて、基準留意事項を使って駆使して回答を作成していく。それが鑑定理論の基本的な回答の作成の仕方ということになってきます。基準留意事項を駆使して回答を作成していくのが基本ということになってきます。で、ここで示されている回答例なんですが、これは超模範回答例です。私がものすごく時間をかけて作成した超模範回答例です。つまり、じゃあこの通り書けないと実際本試験で合格することができないかというと、決してそんなことはないです。これ超模範回答例です。じゃあ私実際現地で現場で1時間でこの回答例通り書けるかというと、私でもこれ書けないです。そういったぐらいのね、超模範回答例だと思ってください。じゃあどれぐらい、この回答例のどれぐらい書ければ合格することができるのかっていうことですね。一応願書に目安が示されてまして、願書なんですけど、一応合格基準というものが願書に示されてまして、論文式試験の合格基準というのは総合点でおおむね6割を基準として判断していくと示されています。6割ということなんですね。じゃあ実際本試験どの合格ラインで合格できているかといいますと、これ平成29年度の論文式試験の結果ですね。いくつかデータ国交省から発表されてるんですけど、で、合格ラインも発表されています。平成29年度は、347点が合格ラインとなっていました。600点満点で6割というのが66360、まあ、それ以下でも、これ 58% ぐらいですかね、6割弱でも平成29年度においてはこれ合格することができています。つまりはこの先ほどのバリステキスト36、7ページの見開きの超模範回答例ありますね。この回答例の、まあ、ざっくり言うと、まあ、5、6割ぐらいをかければ本試験でも合格することができるということになってきます。全部が全部書けなくても大丈夫です。合格することできます。5、6割くらいを書ければ十分に合格することができるということになってきます。特に鑑定式試験というのは文系の方が受ける方が多くて、で経済学って科目がありますよね。で多分初めて経済学の回答例見ると、もうなんかグラフとかものすごい式とかってこうクラクラすると思うんですね。私受験生の時にもう経済学の回答例見て、こんな回答例って本当書けるようになるのかなって思いました。なんですけど実際書けるようになりますし、さらに言うと経済学ですとものすごい難しい問題とかですと、書かれてる回答例の本当4割ぐらい、3、4割ぐらい書ければ本試験で合格できるみたいな、そういった問題なんかもありますので、本当にそれぞれの科目について示されている回答例というのはあくまで超模範回答例ですので、それ全部が全部書けないと合格できないかというと、決してそんなことはないんだってことですね。それはちょっと、ね、意識としてね、押さえておいてください。はい、では、これから受けるじゃあブリッジ講座のちょっと位置づけですね、そちらをちょっと説明していきます。ではお手元そのままブリッジテキストの、そうしましたらば表紙めくっていただいて、端書きがあって、で目次があって、次ですね、下ローマ数字の3と書かれているブリッジ講座の位置づけと書かれているページですね、ローマ数字の3ページ、そちらをちょっと見てください。これから受けていただくブリッジ講座の位置づけをお話ししていきます。はい、ブリッジテキストのローマ数字3ページですね。ブリッジ講座の位置づけというところを見てください。はい、よろしいでしょうか。ではまずはどういった方を対象とするのか、対象者について説明していきます。黒ポチのところ。本講座は担当対策として一通り鑑定理論を学習した方を対象とする講座となってきます。鑑定理論の基本的な知識を身につけている方を前提とした講座なんだということになってきます。
3行目本部のところ、鑑定理論は担当式論文式共通の科目であり、ベースとなる知識は基本的には担当論文共通で、アウトプット回答の仕方が異なるだけとなりますとなっています。特に担当特有、論文特有の知識というものはありません。担当論文知識としては共通でして、ただ回答の仕方、アウトプットがマークシートでマークをするのか、論文で書いていくのか、その回答の仕方の違いだけです。つまり担当対策として学んだ基礎知識というのは、そのまま論文対策の基礎知識にもなってくるんだということになってきます。なので続きの文章3行目、そのため本講座においては鑑定理論の全体像をざっくりとは総ざらいしますが、論文対策としてゼロから鑑定理論の知識を学ぶということは行っていきません。もうすでに基礎知識を身につけているということを前提に講座を進めていきます。なので、ざっくりとは全体像を総ざらいするんですけど、ゼロベースで知識をインプットしていく、そういった講義は行っていかないんだということになってきます。はい、なので次のなら従って担当合格コースを同時に申し込んでいる方で書くとばしては、まずは担当合格コースに含まれている担当合格講座全20回を受講してから本講座を受講するようにしてくださいとなっています。同時期に担当論文ですね、両方含まれているコースを受講している方、具体的には担当論文フルコースの方、もしくは担当論文基礎コースの方ですね、その方々はまずは担当合格コースに含まれている鑑定理論の担当合格講座全20回というのがあります。まずはこちらを受講していただいて、しっかりと復習をして鑑定理論の基礎知識を身につけてから、このブリッジ講座ですね、受講するようにしてください。この担当合格講座で学ぶべき内容が論文の基礎にもなってきます。さらには次のまた書き、また独学の方など担当対策としての鑑定理論の理解が不十分と感じられる方は、論文合格コースの特典である可燃度からの担当向けの速習講座全10回ウェブ講座を視聴するなどしてから本講座を受講するようにしてくださいとなっています。独学等々で担当対策を行った、で鑑定理論の基礎知識ちょっと不十分だと感じられる方は、論文合格コース特典としまして、可燃度の担当向け のスーパー速習講座の全10回のウェブ講座、これ無料で受講できる、そういった特典がついていますので、この10回ですね、ざーっと見ていただいて、まずは鑑定理論の基礎知識ですね、身につけてからこのブリッジ講座ですね、受講するようにしてください。なので、担当合格講座全20回まだ見ていない方、さらにはちょっとね鑑定理論の基礎知識いや自信がないという方ですね、そういった方はまずはこれブリッジ講座今受講するの見るのストップしていただいて、担当合格講座全20回か、もしくは特典としてついている速習講座10回分ですね、そちらをざっと見ていただいて、ある程度復習をした上でこのブリッジ講座ですね、再度受講するようにしてください。ではこの講座の目的ですね、どういったことを目的とするのか説明していきます。目的というところを見てください。本講座は鑑定理論の論文を書くため準備をする講座となってきます。担当対策として、担当の足の性を、判断するために身につけた知識を、論文を書けるような知識に、拡充していく、そういった意識づけを行っていく、そういった講座ということになってきます。文章のところ、本講座は担当と論文の橋渡し的な、ブリッジ講座なんだということ、つまり担当対策として学習した鑑定理論の基礎力を論文を書けるような知識にコンバート変換していくとともに、鑑定理論の回答の方書き方を身につけることを目的とした講座となってきます。担当対策の知識を書ける知識に、変換コンバートするとともに、さらにもう一つですよね、この回答の書き方ですね、論文の書き方を身につけさせていく、そういったことを目的とした講座なんだということになってきます。で、講座を受けるにあたっては次の段落、本講座の受講にあたっては特に縦の理解、深い理解、各概念の必要性等と、横の理解、横断的理解、他の章との関連等を意識することが重要となってきます。担当対策としてはややこう知識をぶつ切り的に学んでいっても十分に対応できるんですけど、論文対策としましては縦の理解と横の理解ですね、
要はそれぞれの概念の必要性みたいなこう深い理解が必要となったり、もしくは他の章との関連等々の横断的な理解が論文対策としては必要になってきますので、この縦の理解、深い理解ですね、各概念の必要性等々、さらには横の理解、横断的な理解です、他の章との関連等々を意識してブリッジ講座ですね、学習を進めていく必要があります。はい、あとはでは、お配りしています、教材のちょっと説明をしていきますね。まずはお手元届いているのは今これご覧になっていたこの2019鑑定論論文ブリッジテキストということになっていきます。ブリッジ講座、オリジナルのテキストということになってきます。内訳としましては、端書きの次のページ、目次のところを見ていただくと、ローマ数2ページ、目次のところを見ていただくと、大きく問題編と穴埋め編という形に分かれています。問題編というのは、論文の書き方ですね。実際6問ほどの問題を使って、問題編ですね、書き方を学んでいきます。具体的には5回目、6回目の講座です。この問題編を使って、書き方について学んでいきます。あと、穴埋め編っていうのは、総論第7章。総論第7章というのは、こう範囲が広くて、まあ、かつ重要なところってことですね。なので、その全体像を、まあ、キーワードを中心に押さえていくための穴埋めで総ざらいしていくのが、この穴埋め編ということになってきます。3回目ぐらいですかね。2、3回目ぐらいでまたね、見ていきます。で、続いて、手元。この2019合格基礎テキスト鑑定理論というのが届いていると思います。これ担当論文共通の、レクの鑑定理論の基礎テキストということになってきます。でもしかすれば担当対策として、前年度の2018年度の合格基礎テキストをお手元に、ね、ある方もいらっしゃると思います。より分かりやすくするために、ところどころマイナーチェンジはしてるんですけど、まあバージョンアップはしてるんですけど、基本的には大きな改正はありませんので、もしもお手元2018年度向けでこう自分でメモ書きとかして使いやすくなっているような基礎テキストがあるならば、2018年度の合格基礎テキストを使っていただいても全然問題ありません。大きなね、変更はありません。で、続いては、2019効果系鑑定理論というものになってきます。これレック一押しの論文向けの論証例集ということになってきます。他校の受講生さんもこれ、ね、効果系を手に入れたいという形で、そういった人気のある、まあ、補助教材ということになってきます。使い方はね、後々説明していきます。で、これからブリッジ講座ですね、基本的にはこの今説明したこの3つの教材全部使っていきます。ブリッジテキスト、合格基礎テキスト、効果系ですね、3つも使っていきますので、お手元この3つを準備していただいた上で、お手元用意していただいた上で、これからですね、論文ブリッジ講座受講していくようにしてください。じゃあちょっと一旦ここで切っておきましょう。はい、以上をもちまして第1ユニット講義の方終了いたします。はい、では第2ユニット講義の進めていきましょう。では、鑑定理論の、論文対策の学習の進め方、学習法について少しね、確認をしていきます。ではブリッジテキストのローマ数字4ページですね、4ページ開いてください。はい、お手元ブリッジテキストのローマ数字の、4ページ目ですね、鑑定理論の論文対策学習法と書かれているところを見てください。はい、ブリッジテキストローマ数字4ページ鑑定理論の論文対策学習法というところを見てください。はい、まずは一つ目ですね、一つ目見てください。黒帯タイトルのところ、基準留意事項をより正確に暗記するということになってきます。で、本文、鑑定理論の論文作成は事前にインプットした基準等の中から問いに対応したものを抽出し、それを正確に引用して論証することが基本となってきます。先ほども平成27年度の本試験モデルで確認しましたが、基本的には鑑定理論の論文の回答というのは基準留意事項を駆使して回答を作成していくということになってきます。なので3行目、そのためにも基準等について理解を伴わせた精度の高い暗記が必要となってきます。ズバリ鑑定理論の学習というのは一言で言うならば、
理解を伴わせた精度の高い暗記を行っていくのが鑑定理論の学習ということになってきます。まあ、丸暗記ではダメで、こう理解を伴わせて、かつやっぱり論文ですので書けなければなりませんので、書けるためにはやはり精度の高い暗記というものが必要になってきます。丸暗記はダメで、理解を伴わせた精度の高い書けるレベルの暗記というのが必要になってきます。で、続きの文章4行目ですね。相対評価のところから、相対評価の試験である不動産鑑定試験においては、受験生の大半が多くの時間を費やして基準等の暗記の精度を高めている以上、皆さんも周りに書き負けないように暗記を進める必要があるんだということになってきます。配点の半分を占める鑑定理論、その中でもこの基準等の暗記というのがやっぱ重要になってきます。当然他の受験生、多くの時間を費やしてこの基準等々の暗記を進めています。で、相対評価である以上、その受験生に書き負けないように、皆さんもやっぱり多くの時間を費やしてこの基準類似項の暗記というのを進めていかなければならないんだということになってきます。では、このいくつか暗記についていろいろ質問がよくねなされますので、それについてあらかじめちょっとお答えをしていきます。まずは1つ目、そもそも暗記は絶対に必要なのかってことです。本当にそんな試験なのってことです。いや、暗記なんかしなくても自分の言葉で書けば回答作成できて、それで受かるんじゃないですかって、基準類似項と本当にそんなに暗記をしなければならないの、よく質問を受けます。まあ、最もな質問だと思うんですよね。ただやっぱり必要なんですよね。本文のところを見てください。鑑定理論は基準等の暗記自体を試す試験ではありません。基準等の文言通りに記述していないから点数がつかないわけではなく、基準等の文言通りに記述していないことによって内容自体が間違ってしまっているため点数がつかないこととなるんだということになってきます。暗記自体を試しているわけじゃないです。基準通りでないから点数がつかないというわけじゃないです。ただ基準通りの文言で書かないと、結果内容自体が間違ってしまって減点、点数がつかないんだということになってきます。なので、抜群の理解力と抜群の文才、自信があるならば基準類似項を暗記しなくてもこれ合格することはできます。私も講師をやってるんですけど、この10年の中でたった一人だけなんですけど、この基準類似項全然暗記しないで受かった方がね、たった一人います。その人はもう抜群の理解力と、あと抜群の文才と、あとこう達筆でもあったんですけど、で当然予備校の採点ですとなかなかいい点数を上げれなかったんですけど、その方受かったんですよね。本当お付き驚きました。でも、もう10年以上講師生活でたった一人だけですからね、これはかなりこうリスキーな勉強の仕方だというのはなんとなく分かっていただけると思うんですね。これはなかなか厳しいです。続きの文章、では第2段落、つまりというところから見てください。つまり実務を行っていない受験生が基準等の意味内容を完璧に理解するのは困難であり、ちょっとした記述の違いが大きな間違いとなることが多いんだということになってきます。基準類似項というのは、現場で評価を行っている鑑定士に対する実務規範なんですね。実務規範なので、実務を行っていない受験生が全部が全部完璧に理解することができるかというと、なかなかそれは無理です。もちろん本当は私が講義の中で全部わかるように講義をしなければならないんですけど、なかなかそれはね厳しいです。やっぱり実務を行っていないので、どうしても全部が全部わからない、わからないところで残ってしまうんですね。私も実際試験を受かって実務を行って初めてわかったところもね、多々あります。そういったところいっぱいあります。で、今最終合格された方も、じゃあ全部が全部基準類似項を理解できてるかというと、多分そういったことほとんどいないです。やっぱり分からないところ残ってる状態が、ね、多々あると思います。で、こう分かっていないにもかかわらず、まあ、ここだけちょっと表現変えてもそんなに問題ないかなって簡単に変えてしまうと、実はその表現が非常に重要な文言で、そのちょっとした記述の違いが結果的には大きな内容の違いになってしまって、やっぱ点数がつかないってことがやっぱありえるんだということになってきます。で、次の7句、基準等を引用すれば減点されることはありません。これも絶対です。たとえ理解を伴っていなくても丸暗記であったとしても、適切な基準等々を引用すれば減点されることはありません。
続きの文章。試験員に自分の理解を適切に伝えるためには、いわば共通言語といえる基準等を駆使して回答を記述するのが最善策、ベストな方法論なんだということになってきます。基準類事項というのは試験員とのこれ共通言語なんですね。英語みたいなものです。つまり自分の理解を試験員に適切にアピールするためには、やっぱり共通言語であります基準類事項を使った方が自分の理解を伝えやすいってことですね。だから英語が得意な人に自分の考え方を伝えるためには、当然これ英語を使った方がいいわけですね。同じ議論です。これ共通言語、基準類事項というのは共通言語です。試験員も基準類事項を勉強して試験に受かって、で鑑定士になって、で試験員になっているので、本当基準類事項を覚えてるわけですよね。共通言語なんです。でこれを使わないとやっぱりなかなか自分の理解を適切にアピールすることはできないということになってきます。試験員というのは問題ごとに一人選ばれるんですね。つまり、大問二問なので、基本的には例えば教養ですと民法経済会計学は2人の試験員が選ばれます。で鑑定理論ですと論文問題4問出せるので4人の試験員が選ばれます。でそれぞれの試験員が責任を持って問題それぞれ1問ずつ作成して、で自分の作った問題について自分でこう採点をしていくわけなんですね。で、論文試験というのはだいたい1000名ぐらい受けるんですね。1000名ぐらいです。8月上旬にこう1000名受けるわけですね。で、試験員が自分が作った問題についてもう1000人分の回答をこう採点していくわけですね。8月終わってこう真夏真っ只中ぐらいに、こう試験員はこう1000通の回答を採点していくわけですよね。試験員ってあんまり報酬もらえないって聞いたことあります。でこう大変な中で1000通も採点しなきゃいけないわけですよね。で大体1人当たりに採点する時間というのはこう数分と言われています。1人当たりに採点する時間は数分ですね。その数分の間で採点してもらうときに、こう印象のいい答案というのは鑑定理論どういった答案かというと、こう初めから終わりまでこうスッと読めるような、スッと引っかかりなく読めるような、そういった答案がやっぱりいい印象の答案なんですね。でスッと読める答案というのはどういった答案かというと、やっぱりズバリ共通言語であります基準類事項を使った答案ということです。例えば初めの 1,2 行もう基準類事項が使われていると、試験員は共通言語である基準類事項基礎をしっかり押さえてるなってことで、その後の文章はスッと読んでもらうんですね。あら探しされないんです。初めの 1,2 行で基準使われているとその後もスッと読んでもらって、あら探しされずに印象をよく持ってもらう、よくね、よく持ってもらうということです。一方でこう自分のオリジナルの表現で回答を作成すると、初めの 1,2 行から基準類語がないわけですよね。で当然試験員というのはこう採点をするので、やっぱりね、読み込まなきゃいけないということですね。で、オリジナルの表現でも読み込まなきゃならないと、当然これあら探しされちゃうんです結局は。で結果やっぱりね、評価が低いものになって点数が低いね、ものになってしまうということなんですね。全く同じ内容ならば、基準類事項を使った回答とそうでない回答でどちらが点数印象が良いかというと、当然これは共通言語であります基準類事項を使った方がやっぱりですね、印象点数は良くなってきます。なのでやっぱり基準類事項を使って、共通言語であります基準類事項を使って自分の理解を試験員にアピールするというのが最善策ということになってきます。では続いて下映ってください。でどれぐらいの精度で暗記をしていかなければならないのかということです。暗記の精度のレベルはということです。担当対策としては、担当の足の精度を判断できるレベルさえあれば十分にね、担当試験対応することができました。ただ担当の足の精度を判断できる暗記の精度と、論文で書ける各レベルの暗記の精度というのは、これ正直言うと格段の差があります。じゃあどの程度かということですね。本文、本試験において結果的に7割程度の精度で基準等を引用できれば問題はありません。そのためには手におはや句読点までは厳密に考える必要はありませんが、意識としてはほぼそのまま暗記をしていく必要があるんだということになってきます。結果的に7割程度ならば、内容的にもほぼ間違っていないので十分にこれ論文本式で対応することができます。なので日本語として間違っていなければいいので、手におはとか句読点までは厳密に考える必要はありません。ただこれ結果的に7割ならばということです。つまりは普段の意識から7割ぐらいでいいと思っていると、
これ結果的に精度としては5割ぐらいになってしまって、で緊張する本試験の場だとそれ4割ぐらいになっちゃうんですね。そうすると4割精度ですとやっぱり内容的に間違ってしまっていて、まあ、点数低いものになってしまいます。つまり本試験の場で結果的に7割程度の精度に持っていくためには、普段の意識としてはもうほぼそのまま10割の意識でも結局精度としては8割ぐらいの暗記になると思います。で緊張する本試験の場で結果7割ということですね。なので普段の意識としてはほぼそのまま暗記をしていく、そういった意識で暗記をしていく必要があります。さらには最終2行、また本試験においては基準等を思い出している時間はありませんので、瞬時に引用できるレベルにしておく必要があるんだということになってきます。2時間で2問、まあ、1時間で1問ペースで回答を作成していく必要があります。でこう、基準って何だったかなって思い出している時間はもう一切ないです。こうマシンのように準備してきた基準を本試験の現場でダーッと吐き出せるぐらいなレベルに持っていかないと、それ使える暗記とは言えないんだということです。そこまで持っていく必要があります。瞬時に引用できる、バッと吐き出せるぐらいの、まあ、マシンのような感じにこう最終的には持っていく必要があるんだということになってきます。では範囲や広いですね、基準留意事項、どれぐらいの範囲を暗記していかなければならないのかってことですね。ローマ数字5ページ右のページ移ってください。暗記の範囲はというところを見てください。担当式試験の場合には基本的には全範囲から問題が出されますので、こう全範囲を押さえていかなきゃならないんですけど、論文対策としてはある程度メリハリがあります。文章のところ、論文式試験において出題されにくい分野がありますので、イメージとしては基準が8割、留意事項が5割、トータルすると全体の7割程度が暗記をすべき範囲となってきます。基準8割、留意事項5割で平均するとまあ7割程度、つまり範囲としても7割、まあ、精度としても7割というのが到達ラインということになってきます。では続いて5ページですね、2つ目、暗記の順番はということです。本文、基本的にまずは基準、続いて留意事項という順序で暗記を進めていくようにしましょうです。そうですね、まずは基準です。で少しずつ留意事項についても暗記を進めていくということになってきます。はい、さらには2行目、また書き、また章ごとのメリハリも意識すると良いでしょうとあります。章ごとにちょっとね重要性がいろいろ違ってきます。じゃあちょっとね重要性をメリハリをつけていきましょう。ではお手元合格基礎テキストを準備してください。お手元合格基礎テキストを準備してください。はい、合格基礎テキスト準備していただいて、で表紙めくっていただいて、端書きがあって、で本書の特徴があって目次があると思います。この目次を使ってランク付けをしていきます。はい、目次のところを見てください。鑑定理論の構成としましては、総論と各論に分かれてきまして、総論というのは全部で9章、各論というのが全部で3章、トータルすると12の章から成り立っています。この12の章について ABC のランク付けでメリハリを行っていきます。これあくまでメリハリですので、 C ランクだからやらなくていいとかそういったわけじゃないですからね。 C ランクというのは後回しというんですかね、メリハリです。まずは A ランクから次 B ランクで最終的には C ランク、そういった意味だと思ってください。でまずは総論第1章です。不動産の鑑定評価に関する基本的考察ですね。こちらは、章としましては、これ C ランクということになっていきます。C ランクです。これ理論的根拠が書かれている抽象論ですよね。なので1章自体がメインの問題というのは、まあ、10年に1回ぐらいですかね、出るか出ないか。なのでランクとしてはこれ C ランクということになってきます。続いて下を移ってください。総論第2章、不動産の種別類型です。これ章としましては、B ランクということですね。 B ランクです。種別類型というのは、こう場面設定として、まあ、前提として出される分野なんですね。まあ、メイン論点というよりも場面設定として出されるものです。で種別の中でまずは地域の種別、農地地域、林地地域ってありますよね。これはやらなくていいです。今まで出たことありません。
で、今度土地の種別もやはり農地、林地はもうスルーしちゃっていいです。出たことはありません。で、一方で次のページ、ローマ数2ページ移ってください。不動産の類型ですね。類型は、これ A ランクとしておきましょう。 A ランクとしておきましょう。 A ランクですね。類型というのはこれ格論一生の前提ですね。格論一生というのは基本的には類型ごとの求め方が示されています。格論一生というのは重要なので、その前提としてこの類型というのは一応 A ランクということになってきます。ただこの中でも宅地の類型の5番目、区分地条件はやらなくていいです。まだこれ本試験出たことありませんので、これやらなくていいもので、それ以外は逆に全ての類型を定義ですね、非常に重要になってきます。まずは2章ですと、これらの類型の定義から押さえていくのが第一優先ということになってきます。では続いて総論第3章、不動産の価格を形成する価格形成要因ですね。章としてはこれ B ランクということになってきます。 B ランクですね。それぞれ具体例が羅列されてますよね。あれらの羅列はまずは具体例3つずつぐらいから、全部は全部覚えなくていいので、具体例3つずつぐらいを最終的に覚えるようにしてください。で、この中でもやはりこの地域要因のところの農地地域、林地地域の地域要因、よくやらなくていいものだと思ってください。で、同じように個別的要因のローマ数字3ページ上ですね、農地林地の個別的要因が示されてるんですけど、これもやらなくていいです。一方で、ローマ数字2と3で建物に関する個別的要因と建物およびその敷地に関する個別的要因、これらは、近年の本試験でこう繰り返し出されているところなので、こちらは A ランクとしておきましょう。3章の中でもこの建物の個別的要因と建物およびその敷地の個別的要因はこう繰り返し出されていますので、こう A ランクということになってきます。続いて総論第4章、不動産の価格に関する諸原則、諸原則ですね。こちらは章としてはやっぱり C ランクですかね。1章と同じです。抽象論なので、そんなに頻繁には出されないです。ただこの中でも11の諸原則、受変代最近収集規定教員の中で4番目ですね、これ最有効使用の原則だけは一応 A ランクですね。まずは4章は最有効使用の原則から押さえていくということになってきます。ただ4章はもう11の原則しかありませんので、これ定義を押さえてしまえばある程度問題対応できますので、まあ、C ランクなんですけど、まあ、早めに、範囲が狭いので早めに11の諸原則の定義ですね、押さえていくようにしてください。では続いて総論第5章ですね、鑑定評価の基本的事項です。こちらはA ランクということになってきます。重要な章ということになってきます。ただその中でも、価格の種類、ローマ数字3ページ一番下、特殊価格ありますよね。こちらはその中では C ランクですかね。特殊価格はちょっと C ランクにしておいてください。あとはローマ数字4ページ移ってください。賃料の種類ありますよね。ローマ数字4ページ一番、賃料の種類、こちらは B ランクですかね。 B ランクです。なんで対象不動産の確定、価格時点、さらには価格の種類の正常限定、特定価格あたりが A ランクということになってきます。続いて総論第6章、地域分析で個別分析、こちらは A ランクということになってきます。 A ランクということになってきます。この中でも特に重要なのが最近の方式で出されたのが最後ですね、こう最有効使用判定所の留意点、こちら特にWA ぐらいなんですけど A ランクですね。6章の中でも特に頻繁に出されているのがこの最有効使用判定上の留意点ということになっていきます。これ A ランクということになってきます。続いてボリュームのある総論第7章ですね、鑑定評価の方式、こちらは章としてはやっぱり A ランクですね。 A ランクです。まあ、A じゃない分野もね、いくつかあるんですけど、基本的な7章というのは細かい留意事項も含めましてもう A ランクです。なので A、ね、7章はもう繰り返し繰り返し細かいところまで頑張って留意事項までこう暗記を進めていく必要があります。まあ、大山と言っていいのが7章ということになってきます。で、続いてローマ数字の6ページ移ってください。はい、ローマ数字6ページ、鑑定評価の手順ですね、総論第8章です。こちらは章としましては
B ランクということになってきます。8章鑑定用語の手順は章としましては B ランクです。ただこの10個の手順の中でも重要なものがありまして、まずは4番目の手順第4節、対象不動産の確認ですね。こちらは A ランクです。対象不動産の確認 A ランク。さらにはローマ数字7ページ6番目の手順、資料の検討、価格形成要因の分析とありましたね。この後半、価格形成要因の分析ですね。こちらも A ランクです。こちらも A ランク。あとは8番目の手順、資産価格、資産賃料の調整ですね。こちらも A ランクということになってきます。で続いて、9章ですね。その最後の章、鑑定評価報告書。こちらは、C ランクということになってきます。これ形式論ですね。形式論、深い理解とか不要です。 C ランクですね。これ加点の方向と言われるところになってきます。これ C ランクということになってきます。では続いて格論入っていきましょう。ローマ数字8ページ移ってください。はい、格論見ていきましょう。まずは格論第1章、価格に関する鑑定評価。こちら A ランクということになってきます。A ランクということになってきます。ただその中でもこの区分地条件の評価、農地林地の評価はやらなくていいです。区分地条件、農地林地の鑑定評価はね、やらなくていいものだと思ってください。あと第3節、建物の鑑定評価。こちらはちょっと B ランクってことですかね。こちらはちょっと B ランクということになってきます。第3節はちょっと B ランクということになってきます。続いて格論第2章ですね。賃料に関する鑑定評価。こちらは章としては B ランクということになってきます。 B ランクです。ただ格論第2章と比べまして範囲が狭いので、早めに押さえていただければ十分に得点源にすることができますので、 B ランクなんですけども早めに仕上げてしまうということですね。そういった章が格論第2章ということです。で最後ローマ数字9ページ、格論第3章、証券化対象不動産の価格に関する鑑定評価です。こちらは B ランクということになってきます。これ、平成19年度の改正で新たに加わった章が、この格論第3章ですね。証券化対象不動産の価格に関する鑑定評価です。この中でも、本試験で出されやすい2大論点というのがありまして、それが、第4節のローマ数字さん、エンジニアリングレポートの取り扱いですね。これ A ランク。あとは第5節のローマ数字 DCF 法の収益用項目ですね。こちらも A ランク。これ2大論点です。ER と収益用項目が各論第3章における2大論点 A ランクということになってきます。こうメディアハリをつけてですね、章ごとにも学習ですね、進めていくようにしてください。はい、ではまたブリーチテキスト戻っていただきまして、はい、ブリーチテキストの5ページ戻ってください。はい、ブリーチテキスト5ページ戻ってください。では暗記のやり方、方法論ですね、確認していきます。ブリーチテキスト5ページ真ん中あたり、暗記の方法はってところを見てください。本文、暗記方法は音読、目読、書き写す、録音して聞くなど様々で、特に正解というものはありません。自分に合った暗記方法を早めに見つけることが重要となってきます。暗記の仕方は10人問えろですね。声を出して読む、黙って読む、書き写す、録音して聞いてみる、いろいろあります。10人問えろです。早めに自分に合った暗記の仕方を見つけるというのが大事なんだということになってきます。で続きの文章3行目、その際ハードルを高くして三日坊主とならないように、生活の一部として毎日続けられる方法を選択するようにしましょうということです。そうですね、特に学習し始めの時はこう意識が高いので、暗記の仕方も結構ハードル高く設定してしまうことが多いんですよね。なんですけど結局それ続けられないと意味がないので、三日坊主で意味がないので、とにかく生活の一部として毎日続けられる方法というのを選ぶことが重要です。鑑定理論の暗記はこれからも必ず毎日行ってください。ピアノの練習なんかと同じですかね。ピアノの練習って1日サボると取り戻すのに何日もかかるなんて聞いたことあります。同じようにもうね、鑑定理論の暗記というのはこれから毎日、要は他の科目と
並行してってことですね。他の科目の勉強もしつつ、鑑定理論の暗記についてはこれから毎日、少しの時間でも構いませんので、とにかく毎日ですね、続けるようにしてください。で、次の7句、特に働きながら学習をする方は隙間時間を有効活用することがポイントとなってきます。そうですね、特に働きながら学習する方が鑑定試験多いので、まあ隙間時間ですよね、通勤通学等々の隙間時間ですね。要は机に座っている時間は教養科目だったり鑑定理論の演習の対策をして、それ以外の隙間時間は全部鑑定理論の暗記に充てる、そんなような意識でこう学習で進めていくようにしてください。こう隙間時間をうまく使っていくことが暗記にとっては重要になってきます。ちなみに私が実践したやり方なんですけど、そうですね、続きの文章、第2段落の2行、また書き、また論文式試験なので書くということを意識すると良いでしょうとなります。これでやっぱ書かなきゃいけないので、で、私が実践したやり方なんですけど、なんか広告とかのこう白い紙の裏ですね、何でもいいんですけど使っていただいて、私が受験生時代にやったやり方は、声に出して言いながらキーワードを殴り書きしていくみたいな、そういった暗記の仕方ですね。音読と書くというののハイブリッド的な暗記の仕方を、行っていきました。例えば、じゃあ原価法の定義ですね。原価法の定義を覚えるときには、自分で、原価法とは価格時点における対象不動産の、再調達原価を求め、その再調達原価について、原価修正を行って対象不動産の積算価格を求めていく章なんだみたいな感じです。自分で声に出して言いながらキーワードをこう殴り書きしていくような、そういった暗記の仕方を受験生時代には行ったりしました。で、これずっと全部黒く塗りつぶしていって、で、この黒く塗りつぶした紙を捨てずにこうずっとね、こう重ねていって取っといて、で、本試験前日にそれを見て、こんだけ自分が殴り書きしたならば、大丈夫だろうとこう自信を持って、本試験臨んだってことでね、やったりしましたんで、いろいろね、暗記の仕方あると思うんですけど、ある程度こう書くってことも意識していただいて、暗記ですね、進めていくようにしてください。で、続きの文章ですね。またブリッジテキスト戻ってください。はい、暗記方向はというところ、最終段落のところを見てください。なお書きのところですね。なお書きのところを見てください。なお、暗記において重要なのは、覚えることよりも忘れないようにすること、メンテナンスとなりますとなっています。そうですね。覚えることも重要なんですけど、とにかく忘れないように、チェックを入れていくというのが、メンテナンスが重要になってきます。要はこうギリギリ忘れないタイミングで戻ってきて、メンテナンスをチェックを入れるということが重要になってきます。古典的な暗記の仕方ですね、昔やっていた暗記の仕方というのは、こう例えば総論第一章を覚えて、丸々覚えて、で頑張って覚えて、次総論第二章という形でこうずっと暗記していくということなんですね。絶対的に間違いとは言えないんですけど、この暗記の仕方というのは最後の各論第三章まで行くまでに多分少なくとも半年ぐらいはかかるですね。半年でいければね、もう短い方ぐらいです。とにかく半年ぐらい最低でもかかります。で、半年暗記をして、また半年後に一章に戻ってくると、もう半年経ってるので一章覚えていたことも完全に忘れてるんですね。本当に自分これ一章覚えたのかなってぐらい覚えてないんですよ。だからこれ半年経ってまた戻ってくるというのは、戻ってくるタイミングとしてはさすがに遅すぎるということです。つまりは、続きの文章を見ていきましょう。第3段落の2行目真ん中、基本的には1週間をタームとして全体をより多く繰り返すことで暗記を進めていくようにしましょうと。そうですね、一応期間としては1週間ですね。なんとか忘却曲線なんてこうね言ったりするんですけど、ギリギリこう忘れないタイミングというのが多分1週間ぐらいが限度だと思います。なので、こう1週間を期間として総論第1章から各論第3章暗記を進めて、で1週間経ったならばまた戻ってくるということですね。だから1週間を単位として12の章について学んでいくということです。つまりこう1週間で覚えられるだけ
12の章ですね。まずは覚えていくということです。だからまず1週目ってそれこそ1週間で12の章ですね。総論9章と各論3章ですね。12章覚える。これ目次ぐらい覚えるだけでもう1週間経ってしまいますよね。それで十分です。1週目はとにかく目次ぐらい覚えるだけでも十分です。とにかく1週間でまた戻ってくるということです。それ以上書けないということですね。1週間を期間として12の章についてこう繰り返し、とにかく薄くでも構わないのでこうミルフィーユ的にこう薄く薄く繰り返し繰り返しで少しずつですね、そう積み上げていくって、そういった暗記の仕方です。1週間ならば戻ってくれば必ず何かしら暗記したことが残ってるはずです。なのでやっぱこう1週間単位でやっていくということですね。だから結局はこう1週間で暗記をできる量を少しずつ増やしていくということです。で最終的に本試験1週間前には1週間で全範囲を言えるようにするということです。そんな形で少しずつ1週間で覚える量を増やしていって、最終的には全範囲にしていくという形でこう繰り返しやっていくということです。で続きの文章ですね。上から3行目。また1日の最後にその日暗記した概念をおさらいすることで暗記の定着を図ることができますとあります。そうですね、睡眠中に暗記が定着するなんて言われたりしますので、1日の最後にやっぱりその日暗記したことをこう、ね、メンテナンスをチェックをするとこう暗記の定着度が測れるということになってきます。とにかく、厳しいようなんですけど、暗記は大変です。正直言うと暗記大変です。私は大学受験の時は暗記科目が得意だったので結構基準理事語の暗記こう自信持ってたんですけど、非常に苦労しました。実際はやっぱ基準理事語の暗記大変でした。大体そうですね、400字詰め原稿用紙250枚分ぐらい、要は10万文字ぐらい暗記しなきゃいけないんですね。ちょっとした小説丸々覚えるぐらい暗記をしていかなきゃならないんですよ。でこれ本当にこれ暗記をできますかってよく質問を受けるんですけど、全然答えになってないんですけど、いやいやこれ暗記をしなければ合格することはできないということです。これもう当たり前なんですけど、今まで合格してきた方はこの暗記を皆さんにしっかりやってこれを合格しています。暗記からはこれ逃げられないです。逃げられないです。で基準理事項というのはもともと英語の基準理事項和訳から始まってる、だから、ね、文章としてちょっと覚えにくい文章になってるんですね。なのでこう、ね、暗記をしていってもそれこそまた初めの 2,3 ヶ月ってこう全然こう暗記できないんですね。暗記できないんです。でもそれが当たり前だと思ってください。なかなか 2,3 ヶ月では成果は出ません。鑑定理論の暗記ってこうなんかこう少しずつこう上がっていくんじゃないんですよね。ずっと実感としては全然暗記できない低空飛行で、こうあるタイミングでこう全体がつながってきてポッと暗記が進んでいくタイミングがねポッと上がります。だからここのポッと上がるタイミングでいかに粘り強く低空飛行を我慢できるかというのがポイントなんですね。 2,3 ヶ月では成果出ません。多分1年後ぐらいです。なんとなく暗記できてきたかなっていうのが多分1年ぐらいかかります。そこまでずっと低空飛行なんですね。低空飛行なんですけど実際暗記はできてますよ。だから実感としてはもうずっと低空飛行のままです。だからこう粘り強くポッと上がる1年後ぐらいとなると思います。それぐらい変わりましたが、 2,3 ヶ月で先生暗記できないんですけど質問してこないでくださいね。それ普通のことですから、暗記でできてないです。でも実感としてはできてないんですけど、やっぱ少しずつ暗記できてますからね、そこを粘り強く粘り強くやっていただいてポッと上がるタイミングで待つということですね。それがポイントになってきます。とにかく忘れます。とにかく忘れます。忘れることを恐れないということです。1週間で戻ってきて、でやっぱさすが忘れてるんですね。忘れてるんですけど、やっぱりこう1回目覚えた時よりも2回目暗記する時にはやっぱり1回目よりもやっぱり暗記する時間はやっぱり少なくなってきます。だから少しずつ暗記をする時間を短くしていって、本試験当日にそれを0秒にすればいいということです。本試験当時に覚えていればもうその後忘れてしまっても構いません。とにかく覚える時間を短くしていって、本試験当時0秒にして、であとはもう本試験終わったら忘れても構いませんので、とにかく繰り返し繰り返しやっていただいて粘り強くです。鑑定試験は特に鑑定理論は努力が報われる試験と言われています。暗記は大変なんですけど、暗記をすればするほどやっぱりですね、回答を書けるようになってきまして、点数も上がっていきます。なのでなかなか大変だと思うんですけど、この基準理事項の暗記ですね、こう粘り強くですね学習を進めていくようにしてください。はい、じゃあ一旦ここで切っておきましょう。以上をもちまして第2ユニット講義の方終了いたします。